不動産投資で投資を始めたいという人ですね、長期投資を始めたいという方からのご相談ですね。上手な節約の方法ですね、節約、お金の準備ということをご相談されているんですけども、まずはですね、とにかく投資準備、投資資金を始めないといけないですよね。投資資金の準備を。で、固定費をまず見直すというのが一番ですね。家賃とか、毎月かかって大きいものから見直した方がいいかなと思います。生活サイズに合ってない、家に住んでたりとかすることもありますし、携帯料金も、無駄に高いとかですね。そういったものを、見直す。サブスクとかですね、動画サイトの、そういうのを見直すというのですね。あとは、別の口座を、投資用の口座を準備して、そこに一定の金額を給料から入れていくというのをまずやってほしいと思います。フィリピン人ですね、屋台でお腹を壊すっていう声がありますね。僕も経験あるんですけども、お腹を壊した場合、あとお腹を壊さない方